用予ヨヨ館は、兵庫県南淡路市八木用ヨ中にあった館、日本の城。水田化されたキウチア、木内屋と淡路国守護の館があったとされている。ヨヨよロシア方とは、現在の八木守予中に所在している。館は南北に250メートル、東西に120メートルの規模で刺繍に土塁と堀を巡らした長方形の構えをしていたと推定される。 近畿地方では同規模の館跡が少ないが、その中でも比較的遺構が残っている重要内跡である。この一帯は三原平野の東端にあたり、東、北、南の三方は山地、丘陵に囲まれ、西方向だけが三原平野に向けて開けている。西方には西愛川が、北方には陽木川が外堀状に流れ、河岸球場に位置している。 ヤカタートは、三原平野の標高40メートル、飛行0メートルの高所に位置し、現在のヤカタートの内部は、水田、墓地、宅地化し、南西部の土塁は、明治時代以後に破壊され、第二次世界大戦後残存土塁も分断、開墾され、昭和後半でも土塁の切り崩し、堀の埋め立てなどの破壊が続いた。1971年4月1日、 兵庫県指定史跡に指定されている。鎌倉時代以来、淡路国守護の館の所在地が、はっきりとはしていないが、洋予館が守護の館であったということが、淡路の郷土志士の通説となっている。ただ、古田鉄地を後世までありえしたのか、旧館を改造して、新館を築いたのか、また旧館を破壊して全く新しい館が造営されたのか、明確な資料はない。 1336年、足利高氏が刑で敗れ、九州に敗走するときに、細川氏を四国に派遣した。細川和氏は、期待に応え、地盤を固め先行によって、阿波国、阿波地国の仕事となった。その後の1340年、足利高氏は、細川諸氏に、阿波地国の平定を命じた。細川諸氏は、現在の南阿波地市が収集編で、 南朝連合軍を破り、洋予間に入場し、死後の座に就いた。細川諸氏の後には、細川志春が死後となった。1353年挙兵した南朝軍と遠京寺原で戦いとなったが、1361年、細川志春は,は南朝軍に降伏し、京、泉国、四国で戦っている。 その後、細川市春も降伏して再び北朝方となった。1378年泉国に渡り土丸城を攻めにも参戦している。細川市春の後は、細川光春が淡路国の守護を継いだ。1391年計で反乱を起こした山梨軍と戦闘の上、勝利し幕府方を勝利に導いた。1399年、 大衛の乱が起こり、堺城に籠もる大内義弘を会場より攻め込み、討ち取った。細川光春が没後は、細川的し、細川持親、細川聖春と継いでいく。犬大物ず、細川聖春は休日に引い出ていたらしく犬大物を、許可されていた。養予館の西方と南方に、犬の馬場、社の馬場と呼ばれる、正人地があると言われ、犬大物を催したと伝わっている。 1467年王人の乱が起こり、官僚、細川勝元に組し活躍するが、刑にあった、細川聖春の館が焼かれてしまった。乱後、細川聖春は、淡路国にあった、観音霊場に戦死者の霊を弔うため歴敗したと言われている。細川聖春の後、細川昇春が淡路国主語となり、永生の桜ん以降細川氏の構想に巻き込まれることになる。 細川昌春は、当初、細川澄本に組みし、1511年足屋川原の合戦で高尾城を攻め落としたが、船岡山合戦で、細川澄本軍が敗れると、今度は、細川高国方に組みしたようである。このためか1517年、三好これ長が養妖予官に攻め込んできた。細川昌春は、この戦に敗れ、泉国に逃れた。細川昌春は、 間もなく帰国できたようだが、1519年5月、阿波国の高津で、三好これ長よりついに殺された。要予感はこの時に廃場となったものと考えられている。その三好これ長も、翌1520年、細川高国との合戦で敗れ、細川昌春の子、細川彦志郎が、処刑を要請し仇を打ったと言われている。細川彦志郎は、 アワジ国主語となったようであるが、本国に帰国することはなかった。なお、1979年兵庫県教育委員会により、トレンチ調査が実施されたが、細川市以前の土器が出土しており、洋予館の追記念に対しては検討の余地が残されている。洋予館復元図、国土交通省国土画像情報をもとに、作成洋予館の石費洋予館の存在期間は、 南北朝時代、戦国時代ということになっており、中世上官としては後期に属するが、現存している以降から手が加えられないとすると、要予官は、中世初期の平地単語を単角方形官をそのまま使用されていることになる。しかし、ここが細川次第大の守護官とすると、長方形の平地単語を単角方形官だけではなかったと思われている。ドル塁上には、 矢倉台らしきものが描かれた絵図もあり、車内の各所にも改良が加えられ、それでも防備が不十分の面は、他の場所と連携を図り、戦国時代に適用した配備がなされたものと考えられている。館内にある水田館にはいくつかの段差が確認でき、これに伴いいくつかに区分、分割されていた可能性が高い。ただ、現在の公民館周辺から、北側、 50メートル100メートルほどの広がりがありこちらには段差がない。北側には祠が祀られていたことなどにより、この区域に館の中心地があった可能性が指摘されている。土塁は東辺が乾燥し、北辺の大半、西辺北宮の一部が残されている。土塁の規模は高さ3メートル、基底偏北は7から8メートル、上端部は1から1.5メートルになる。 ただ、規定偏幅は両側から切り崩しがあるため、球場は少し広いものと考えられている。堀に関しては1977年まで東堀が乾燥し、高さ2メートル以上、幅7から8メートルという規模であったが、農道建設に伴い破壊されてしまった。その他には、城内には井戸、南側には、竜神が祀られている遊水があり、溶予館周辺は、 豊富に水が湧くことが知られている。現在、洋予館の移行としては、土類だけである。しかし、北側には、武田土井、中野土井、八五郎土井等、西側には、奥野土井、紀平土井、上野土井等の障子名が集まっており、洋予館を中心に500メートルの範囲に、点在しており、屋敷町の構成を想像できる。 侍屋敷や町屋も取り入れた総構えが完成されていたと推察されている。江戸時代に書かれた資料によると、中屋義館構えにて、剣語ならずゆえにこと破弁ときかきの北に、上田の両峰に、物見のろしを受け、守護職は、聖将日本人を構え返との企みなりとあり、溶予館は防備面で不備があり、館構え不完全さを補うために、爪の丸があったと記されており、 馬回りの地や他の城郭を紹介している。洋予感の南側には三つの山が壁を作っており、聖愛川の右岸東側には前、山城がその奥、川を挟むように西側に、上田城が東側に柿の木国城がある。上田城は山頂部に数段の極林台があり、北方からの侵入に備えていた。柿の木国城は山頂東端部に主角があり、 西方向に車が連続している。これら山次郎用館の別方城郭軍として位置づけるならば大規模な城郭配備であったと考えられている。巨感内部は江戸時代には阿波藩の直轄地となり立ち入りが禁じられ良好に景観が保存されていたが近代になると民地となり開発があり破壊が進んでしまった。ありがとうございます。